豊田氏はトヨタグループの創始者豊田佐吉の甥いにあたり大正2年に現在の名古屋市で生まれました昭和12年に設立された現在のトヨタ自動車の創業当初から自動車の生産に力を注ぎ昭和20年に取締役に就任して以来50年近くにわたってトヨタの役員を務めました昭和42年から15年間にわたって社長を務めこの間に 徹底した生産効率を追求した、いわゆるトヨタ式生産方式を確立しました。また、郊害の深刻化を背景に、車の排気ガスの浄化技術の向上に取り組んだほか、二度の石油ショックによる経済的な混乱をいち早い減産で乗り切り、トヨタ自動車を世界有数の自動車メーカーに育て上げました。一方、企業の社会的責任を重んじ、トヨタ財団を設立したり、 豊田工業大学を設立したりするなど、民間の研究活動の女性にも取り組みました。豊田氏は昭和57年に社長を退いた後は会長に就任し、平成4年に名誉会長、平成11年から最高顧問を務めていました。豊田氏は今月12日に100歳の誕生日を迎えたばかりでした。